羽田？本当に羽田なの？新幹線かもしれないじゃない。でも落ち着いて葵ちゃん。デタラメに走り回ったってあえっこないわよ。私たちに任せて。行きましょう羽田へ、邦夫さんのところへ。はい。さあ早く乗って。はい。じゃあおじさんちょっとお借りします。おう、傷つけんなよ。先輩、こういうのは警察官としてちょっと。一人人質置いていきますんで。ええー、さあ行くわよ。おう。